皆さんこんにちは。今回はちょっと家の近くで大きな機械が動く音がするので見学に行っていきたいと思います。これでした。この機械は丸太を砕いてチップ状にしていく機械です。結構音うるさくて声聞こえないかもしれません。ということで、すごいマシンでしたね。家から聞こえた音の正体は、あの丸太を粉砕する機械の音でした。だいたい直径50センチ以下の丸太だったら粉砕できるそうです。あの大きなトラック1台満タンにするに30分ぐらいしかかかっていませんでした。いや、すごいですね。それとあの機械の値段がさらに聞いてびっくり、7000万円だそうです。いや、家建ちますね。家2軒建ちますね。今回粉砕した丸太は
間伐材だそうです。間伐材を利用してああいうふうにチップにして、そのチップはバイオ発電に利用されるそうです。エコな発電ですね。はい、ということで、すごいマシンの紹介でした。興味がある人はやってみてください。さよなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。